はい NHK 党の浜田聡でございますえ本日総務委員会最後の質問となりますはい、委員長委員の皆様総務大臣政府の皆様よろしくお願いいたしますえ地方交付税法の一部を改正する法律案の審議ということでまず地方交付税に関して、えー、意見申し上げますえ地方交付税交付金は国債償還費を除いて毎年社会保障費に次ぐ 2番目に大きな政府支出です。その使い道はもちろんのこと、その配分方法についても、誰もが納得できる方法で決定される必要があると思われます。私、今年の通常国会におきまして、この地方交付税に関して質問収書を出させていただきました。地方交付税の基準財政需要額の根拠に関する質問収書というものでございます。その内容は 地方交付税の算出根拠に関する質問でありまして、地方交付税の算出根拠、でたらめなんじゃないか、特別交付税を決める際の資料を公開せよというものでございます。地方交付税の算出式は、あの数多くの式、あ 数値や式からなっておりまして、個々の数値の根拠などを遡るとですと、ね、明治政府の時代にたどり着くなど、まあ、現状においてその妥当性が疑われます。根拠となる数値や算出式が古すぎる、そして複雑回帰となっていることなどから、数多くの係数を掛け合わせて、いくらでも辻じつま合わせができる状態になっておりまして、あのまあ、総務省の 官僚の方のさじ加減,加減でどうにでもなるような状況であると思われます現状地方交付税の算出式に関しては誰もその妥当性を説明しきれるものではない説明しきれる人はいないと思われます えーまあ、答弁書の方を拝見させていただきましたが、やはり地方交付税の算出方法に関して納得いく説明ではありません。また、特別交付税を決める際の資料の公表はしないとの答弁書に記載ありました。まあ、ご意見として申し上げますが、日本政府には地方交付税の算出方法を、まあ、できればシンプルなものにするなど見直すことを求めます。国際償還費費を除いて毎年社会保障にに次ぐ2番目に大きな政府支出である地方交付税はその削減 をしてその分減税をすべきと考えますが少なくとも地方交付税の算出根拠はしっかりしているものであるのは当然ですでまあ今回地方交付税法の審議ということでまあ、その交付金をもらっている地方にか注目して地方税の減税は可能なのかという問題意識のもと地方 税に関ししてて基本的なこととを伺っいいいきたた思います先ほど申し上げた地方交付税の算出根拠の関連が後ほど出てきますので、その際に改めてご意識いただければと思います。ここであるエピソードを紹介します。ある市民の方がです、ね、その市の市議会議員に、地方税の減税をお願いしたところ、地方税の税率は決まっているから下げることはできないと言われたという話を最近聞きました。 しかしです、ね、名古屋市のように、独自の減税で有名なところもまあ考えるとです、ね、この市議会議員の方の話は間違いであると思われます。地方自治体は独自の減税がまあ可能であるという考えの下です、ね、質問をさせていただきます。まずお伺いしたいこととして、法律で定められているまあ地方税の税率について、その概要を教えていただきたいと思います。川久保局長 お答え申し上げます地方税の税率につきましては、地方税法におきまして、税目ごとに定められておりますが、その定め方は、一定税率、標準税率、および制限税率のこの3つの方式となっております。でまた、このほか、特定の税目につきましては、税率を特に定めず、地方団体が任意に定めるという税目もあるところでございます。 このうち標準税率につきましては、地方税法上、地方団体が課税する場合に、通常をよるべき税率で、その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率と規定をされているところでございます。浜田君、はい。はい、いありがとうございます。 でまあ、その標準税率をもとにお聞きしたいんですけれど、はい現在、地方自治体の中で、あの標準税率以下の減税をです、ね、行っている自治体の名称、あとその減税の内容を教えていただきたいと思います学部局長。お答え申し上げます。現在標準税税税率率未満の税率で課税をしている地方団体は 愛知県の名古屋市と大阪府の田尻町の2団体となっているところでございますその内容につきましてですがいずれも個人住民税についてのものでございます市町村の標準税率は個人住民税均等割においては年額3500円 また、えー、所得割の税率、標準税率は6%、えー、ただし、えー、指定都市は8%とされているところでございます。これに対しまして、えー、名古屋市におきましては、均等割を3500円ではなく3300円、また、えー、所得割を8%ではなく7.7%で課税を行っております。 また大阪府の田尻町におきましてはえ均等割を3,500円ではなく3,200円、また所得割を6%ではなく5.4%によって課税をしていると承知しております。浜田君。はい、あのありがとうございます。まあ現在ですね標準税率未満の減税を行っているところがですね。 まあ2つととといいうことで、まあ、少ななくて残念だなと思います、まあ、ただ、標準税率以下の未満の減税を行っている自治体は現実に存在するということで、まあ、地方独自の減税は可能であると思います。名古屋市と田尻町においては、安易な増税をせずに、標準税率以下の減税を行っていることに敬意を表するとともに、今後もその減税を継続しつつ、さらなる減税をすることを願っております。えー ということで、まあ、このように地方自治体独自の減税は可能であることが分かりました。で、今回、審議対象となっている法律に関連する地方交付税とお、まあ、含めた話を伺いしたいと思います、えー。ここで地方減税に関してですね、ある意味、都市伝説のような風説を取り上げさせていただきます。えー、それはです、ね、地方税税の減税をすると 地方交付税交付付税金が減,税され減額されるといいうものでございます、えー、地方自治体独自の減税を行った場合に、まあ、そ,のそれを理由として、その自治体に対して地方交付税交付金の減額というのはあり得るのでしょうか、えー、地方交付税交付金の算出方法の概要と合わせて教えていただきたいと思います。原 お答えいたします普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方団体に対して交付することとされております。このうち、基準財政収入額は地方団体の標準的な税収入見込み額等を前提として算定しております。したがいまして、地方自治体が独自に行う減税については、これらの措置がないものとして、基準財政収入額に算定されますので、 交付税の算定額には影響しないということでございます。浜田君、はい、ありがとうございます。あの地方税のね減税をし、えー、すると交付金が減額されることはないということがわかりました。ありがとうございます。えー、ただですね地方税の減税をする際にですねとあるペナルティがかさかされると承知をしております。えー、それはですね標準税率より未満の減税をした場合に。 その代表的なペナルティとして地方債の記載に条件が増えると承知をしておりますこの概要を教えていただきたいと思います仮に標準税率未満に減税した場合でも地方債の記載は可能であるか否かというのも教えていただきたいと思います原局長お答えいたします標準税率が設けられている普通税の税率が標準税率未満の地方公共団体が 建設志望債を発行する場合には、地方財政法の規定に基づきまして、総務大臣等の許可が必要とされております。よって、標準税率未満の地方公共団体でも、総務大臣等の許可を受けることで、建設志望債の発行は可能となります。浜田君はい、いありがとうございます。 あの総務大臣の許可があれば、あの標準税率未満の減税した自治体においても地方債を記載することが可能であると理解をしました。で、まあ私はですね、この条件というのがですね、必要ないのではないかと、えー、考えるわけでございます。えー、減税をする際にはですね、各地方減税する際には当然首長であったり、まあ、議会の同意の下で。 行われるわけでございます総務大臣がですね。あのま、ある意味余計な配慮をして、減税の歯止めをかけるのは大きな問題があるんじゃないかと考えるわけでございます地方自治体の自主性を否定することはですね。まあ、やめるべきではないと、あのま辞、あ、めるべきだと考えてですね。大臣に最後提案させていただきます。全国各地の地方自治体が安心して、独自の減税を行うために。 仮に標準税率未満の地方税率設定した自治体でも、えー、その自治体における地方債の記載を不許可にしないと、まあ、宣言をしていただきたいわけですが、いかがでしょうか松本大臣。はいえー、まず、えー、今ご、ご議論いただいてました、標準税率未満の地方公共団体に対する許可制度でございますが、建設地方債を発行する場合には、 その前提として、少なくとも借り入れの時点において、通常に確保すべき財源を確保していることが、財政の健全性や世代間の負担の公平の見地から必要であると、この考え方から設けられているものと認識をいたしております。これは地方財政全体の信用維持にもつながるもので、そのためにも必要な仕組みだというふうに考えているところでございます。 許可そのものについては、それぞれ判断をされることになろうかというふうに思いますが、地方財政法に基づく同意等基準において、世代間の負担の公平への影響や、地方税収の確保の状況を勘案して、個別の案件に従って許可をすることとしておりますので、私としても今後もそのように適正にいい審査をして、許可をさせていただきたいと思っております。 なお、これまでも許可をした実例はあるというふうに、私も報告を聞いているところでございます。浜田君。はい、あのありがとうございます。まで、あ、にあの決まっていることをですね。あの突然変えようとしてもですね。まあすぐにはいかないと思いますが、まあ、引き続きですね。地方自治体のまあ、自主性を尊重するよう、私はですね。訴えて続けていこうと思います。あの、今回の質疑において。 はい、あの各地方自治体は独自の減税をすることが可能であることが分かりました、そして、ああど独自の減税をしたからといって、えー、地方交付税交付金が減額されることはないということも分かりました、えー、今後です、ね、数多くの自治体で独自の減税が進,、ま、進むことを願います。えー、最後にです、ね、この総務委員会の所管となる NHK に関して、残念な報告をさせていただきます。 住民税非課税世帯対象の5万円給付金について、今年の11月9日にその差し押さえを禁止する法案がこの参議院で成立しました。今回、我々 NHK 党に寄せられた相談として、NHK がこの法律の立法趣旨を無視して、この5万円給付金を差し押さえたというものが複数あります NHK にはまあ強く抗議いたします。 またです、ね、実際に差し押さえの実務を行っている、えー、東京丸の内法律事務所は、給付金が口座に振り込まれた後は差し押さえ禁止の対象とはならないといった、まあ、わけのわからない説明をしております、えー。東京丸の内法律事務所に対しても強く抗議をするとと,ともに、えー、今回の行為は弁護士の倫理に反する行為であるということをお伝えさせていただきます。えー、以上質問りりまますありがとうございました